小川の滝は、鹿児島県南大隅町の江島川北にある滝。鹿児島県南東部の大隅半島の南部にある南大隅町の北部に位置し、南大隅町の中心街を流れる川、小川の上流に所在する。南大隅町の市街地から小川沿いに山がある方向へ進んだところにある小川の滝遊歩道駐車場から、およそ 1.2km の遊歩道を進んだ地点に、ある。 滝を取り巻く地形は、白須大地が川の流れによって侵食されて形成されたものであり、滝の落差は46メートルであり、幅は60メートルである。滝壺の水面はエメラルドグリーンの色をしていることで知られる。中上節理が連なる岩肌のあちらこちらから伏流水が流れ出ている。この滝は、江戸時代後期の1843年に、薩摩藩によって変算され、 寮内の名所などが収録された三国名小図絵でも紹介されている。2013年の鹿児島銀行のカレンダーに採用されたことをきっかけに観光客が訪れるようになった。2018年放送の大河ドラマ、西郷丼のオープニング映像に使用された。大隅南部県立自然公園に属していたが、2018年8月10日、小川の滝とその下流の渓谷などの地域の 計9 5ヘクタールが霧島近郊湾国立公園に編入された。肝付郡近郊町には滝が一望できる小川の滝展望所が設けられている。ありがとうございます。